太陽フレアについてよくある質問と回答をご紹介します。質問1、太陽フレアって何ですか？太陽フレアは太陽の表面で突然起こる非常に強力なエネルギーの放出です。プラズマ高温のイオン化ガスから構成された太陽の大気であるコロナ圏で起こります。主な特徴を3つご紹介します。1、エネルギーの放出。太陽フレアは強力な放射線や粒子のバーストを伴う高エネルギーの事象です。これには X 線や紫外線が含まれ、地球の大気にも影響を及ぼすことがあります。2、地殻的な特徴。地殻的には太陽フレアは太陽表面から突然発生し、明るく輝く部分が現れることがあります。これはフレアのエネルギーによって太陽の表面の温度が急激に上昇することによるものです。3、地球への影響。太陽フレアが地球に影響を及ぼすことがあります。特に強力なフレアは地球の磁場に影響を与え、地球上の通信や電子機器に影響を及ぼすことがあります。また地球の磁気極に近い地域ではフレアによって美しいオーロラが引き起こされることもあります。太陽フレアは太陽の活動周期に関連して起こります。通常太陽活動が活発な時期に多く発生し、その頻度と強度は太陽の活動周期に応じて変動します。質問に、太陽フレアは人体に影響を及ぼしますか？一般的な日常生活での太陽フレアの影響は通常軽微です。地球の大気が十分に保護してくれるため、地上での直接的な影響は限定的です。ただし宇宙船や航空機での長時間の被曝や地球外活動者に対してはより深刻な問題となる可能性があります。質問3、太陽フレアが発生するとオーロラが見えるのはなぜ？太陽フレアが発生すると太陽から放出される粒子が太陽風として宇宙空間を飛び、地球の磁場に向かいます。磁場はこれらの粒子を地球の大気の近くに誘導し、大気中の原子や分子と衝突させます。これにより大気中の原子が興奮し、放出されたエネルギーによってオーロラが発生します。オーロラは主に地球の極周辺に現れますが、太陽活動が活発な場合には注意度の地域でも観測されることがあります。